LKMTV いきます、はい、恋愛川柳コーナー、イエーイ、来てます来てます、いつもありがとうございます、うん、じゃあいきますか。川柳、川柳さ、うん、応募したよって人とかいる？いる方のって書いてください、ね、ぜひぜひ読まれるかもしれないし、ぜひぜひ投稿してください。あのですね、今回のテーマ、はい、一緒ですよ、うん、あー困ったこんな時というテーマで、はい、お送りしていきたいと思います。でまずはですね、まいちょんさん、まいちょん、23歳からいただきました、こちらです。どどどん、どうしよう、脱いだ浴衣が着られない。はい、どうしよう、脱いだ浴衣が着られない。わかるそれはエロい意味で？エロい意味ではなくて、うん、私ほらやっぱレディコミ好きじゃないですか、はいはいはい、だいたいこのがこれがネックになってくるっていうところで、うん、最後エンドってなる話が多いよ、うん、どういう意味？どういう意味？全然ちょっとあの花火ね、ちょっとなんかそういう感じになってて、はいはいはい、でも人混みがあるからって言って、なんかそのなんか神社の裏とかにいて、うん、ダメだよダメだよって言いながらすげえはだけて、うん、もうどうしようこれ一人じゃ着れないじゃん、プンプンっていうので終わるっていうね、定番の流れ、ちょっと聞いてる、ね、そんな聞いてる、ね、うん、やっぱちょっと聞いてる、あごめん聞いてるなんで、何もういいよいやだから着れなくなっちゃうとプンプンっていうので終わる話が多いんですよ、オムニバスになってる。じゃあ帰りどうすんの？帰りなく帰るの？帰りわかんない、それはご想像にお任せしますっていう展開で終わってるのが多いんで、あファンファンファンってやるんですね。クソ女にあるあるって書いてあるよマコさん、音が割れてる、あ大きな声で なってちょっと乱れちゃいました。私の方が乱れちゃいました、こっちの浴衣が乱れてますけど、うまいそれ